キューバ撮影緊張でも楽しみ、ゆうたゴールドプレス。それ北海の時のあっちゃんの挨拶ですということで本日アムギリくんがいないんですけれども、アムギリくんへのドッキリ仕掛けていきたいと思います。本日のドッキリ、毎日投稿やめようってアムギリに言ってみたー。うわ、マジで無理だ。そんなドッキリありなの？そうです。現在ですね、僕とゆうまくんとアムギリくんが3人編集できるということで、まあ、2月から約ね180本ぐらい毎日投稿してるんですよ。ということで、まあ、3人で回してるんですけど、はい、アムギリくん特にバケモンじゃないですか。編集バケモン編集の鬼です、はい、常にやってるみたいな、はい、常にやってます。キュアくんちとか泊まりに来た時、アムギリくんの編集の真似してください。板に寝てマジでそう。マジでそう。その体勢から生まれるあの動画。そう、本当ですよね。首こうして。あ、それめっちゃやってる。それめっちゃやってる。アムギリ君特に編集がすごいと。彼得意でやっぱプライドもあるじゃん。そうですね。なんで今までこう積み上げてきて毎日紹介やってて、アムギリ君言ってるんですよ、よく何ヶ月目だねって。ああ、だからインスタも投稿しますもんね。だからもし毎日投稿が終わっちゃうぐらいだったら俺に編集貸せっていう。くらいに山本はちきついやつで、じゃあ俺やろうかとか。うわぁ、あいつ筋肉えぐっ。何の筋肉なんですか？気持ちの筋肉。気持ちの筋肉えぐいね。さすがこうけど、まあ悩みがあるという。任せましょう、一回。いつもこれが、ここが突出してるんですね。それをオノマトペで表すと今どんな感じ？チョインかですね。あ、そこだけが。チョインでこんぐらい。チョでパー。超すごい。アムギリ君、僕ん家にね、遊びに来たり泊まりに来たりするときに、編集するときにやっぱ首を板に、壁にここら辺が黒くなってくる。けど編集頑張ってるじゃないですか。アムギリ君ってやっぱ言いづらいじゃん。待って、俺もちょっと粉かけ生活やってたじゃないですか、一週間流したりして、磨いたりしてるじゃないですか。で、僕たち終わった後に携帯いじったりしてたら、アムギリ君がちょっと掃除が甘いとか爪で溝とかに入ってるやつ使って水バーンやってバーンやってたら、俺ら荷物のところに水が集中しちゃってピッタピタなのよ全部。めっちゃやってくれてるから言いづらい。言いづらい。悪気がない時が多いんだよ。作戦といたしましては、はい、ヒューガをターゲットにしてラッドウィンプスさんの新曲の歌詞をどこまで言えるかっていう企画をやろうというふうにあっちゃんに伝えてあるんですよ。コムドットの会議を真剣に撮るっていうサブチャンネルがまずあって、それがカモフラージュでヒューガの企画を撮ると見せかけて、その裏にこの企画がある。なるほど。それでやっていきます。シュン眠いと見せかけて前に出るタイプだけど髪の毛はジュイッチョ。サブチャンネル会議パパパパパ。あ、違う。こうでここ当たった時にパンってなった方が気持ちいいからやったんだ。はい。サブチャンネル会議ーバババババできなかったということで、まあ、僕たち週に3回ぐらい会議をね全員についてやってるわけじゃないですか。やってます。今日はその様子をちょっと皆さんにお伝えできればなみたいな。なかなかないですよね。いいよ。最悪ここはまあマジの回です。じゃあまあ先月のチャンネル登録者の伸びから普通に見ていきますか。先月チャンネル登録者の伸びが11,824人。何1ヶ月です。伸びきってるやん。ジャルジャルさんみたいにやる。1月の、まあ、TikTok だったりとかの YouTube の伸びも含めて12,000人ですよ。おお。興奮した。まあ企画としてもね7月結構詰めたんで。どうでしたか、感想的には。楽しかったです。楽しかった。ディズニー行ったもんね。あ、そうだね。結構企画的に詰めすぎた感はある。いや、それはありますね。なかなか結構ハードでしたね。で、まああれですね、アムギリくんなんか今月で言うと長編動画何本か編集しましたよね。あー、しましたね。質問コーナーと都道府県人気投票、しくじり先生、しくじり先生15分ぐらい3時間素材のものとかスペシャルテレビ。うまいね。お次り、お次り、アムギリどうだった、編集しててきつかな。面白い部分がやっぱあったから、どこで進めるのかな。あー、逆に何も落とさずにやんない。確かにむずいわ。それは編集やめたいと思ったことはない。編集やめたいと思ったことはない。失踪しようかなって。失踪失踪はよるね。おい、失踪は一回音信不通になってやろうかな。俺らが押し付けてるみたいじゃねえか。編集好きですか。まあ好きです。ゆうまくんどうですか。ミューマンが先月すっごいやってないんで。そうなんだ。3本くらいしかない。来月からね、ゆうたくんも編集パソコン買うんでね。やった。ちょっと追いつけるようにマジで頑張ります。レベル高いですよ。僕なんか背が届かない。ゆうくんは手を伸ばさない。手を袖から出さない。ほぼ僕とアムギリくんで頑張りました。いやでも俺これ一回さ、これマジな話なんだけど、今毎日投稿してるのぐらい180本ぐらい連続で毎日出してるわけで、一番のメインの目的としてやっぱ面白さのクオリティを落とせないっていう、俺らがそこ意識してるってことじゃないですか。8月も7月ぐらい詰めちゃうと多分みんな持たないのかな。特にあっちゃんとか、あっちゃんがさ熱とかで倒れちゃったら終わりだからさ。
まあ大丈夫、健康面もしたいし。いやでも悩みめっちゃ出てるよ。じゃあ一回ふざけないでさ、ちょっと真面目に話そう。毎日投稿じゃなくてもいいのかなっていう。本当にきつい時は1日ぐらい休んじゃってもいいんじゃないかなっていう面白さと体調の面で、そこが崩れたら俺らじゃなくなっちゃうっていうのがある。なんか週1投稿とかってことでしょ。週1なの。え、どういうこと。いやちょマジでふざけないで。月1はやばい。え、なんでこんなふざけんの。いやいや、あっちゃうよ。そうだね。なんでお前も笑うの。リアルに体調崩さないように休もうっていう感じ。夏風邪ぐい。五月病かかんなの。なんでお前にやけてんの。いや先月全然編集してないの。そうだよ。でもさ、笑んないよ。生まれました。生まれました。ふざけんの。ふざけてないよ。お前なんでさ全然編集してないよね。ちょ、どうやんの。ちょ、笑ってんのお前。ちょ、マジで言ってんだろ。1月頑張る。毎日っていうので俺たち縛られてるやん。どうしてもの時は休んでも俺いいのかなっていう。あんちゃん何が言いたいの。続けない限りみんな無理やったんや。みんな無理やったんやると思う。そこ難しい。ええ、まあどう週一。どっちかっていうと編集チームのあれになっちゃうからさ、編集はこうつかないから。あっ3人だったからつかなかった。8月に戦力になれるかどうか。まあまあまあ、また8月に俺が編集していいようなクオリティの動画を出していいのかな。いいタクが使うのじゃないだろうね。ヒューはマジでふざけんつもり。もう出ていいよ、もうそういうことあんな。ヒューやでよ。ヒューは出ないな、俺出るって。俺出たらこい。いや、待てよ。ヒューは出るな。出ろ。俺が議題としてあげたかったのは、その毎日投稿をやる必要あるのかなっていう。だからリアルに週1じゃない。ヒューは週1だね。いや、まあ別に毎日投稿続ける必要はないのかなっていう。でも白い動画撮って出せるって言ってた。うん、あーちゃんはシンプルに撮るかなって。編集としてはトアの隙間でなんとかできるけど。トアの隙間。トアの隙間永遠的にあの隙間でできる。基本チョイス永遠の隙間でできる。それはマジなトンネル。じゃあお前マジでふざけんなよ。まちゃん的には毎日投稿続けなくていいっていうことであってる。まあ俺は体調マッチしたから。あっちゃんにさ、喋ってる時みんな挟むね、口。だからそれのとかうるさいね。ユーマ、出ろ、お前。出ろ出るな。あ、じゃあ2019年はお前、調子と体調で。俺は週2しかできないから。ユーマが1だとして、あっちゃんが4になるとしても、毎週が続けるっていう。好きだなぁ、不安だなぁ。じゃあ、毎週頑張ろう。いや、ほんの頑張る。ヒロも部屋についてる。マジふざけんなって言ってるやん。ユーマ、出る。出ろ。いや、待て。出る。出ろ。お前は出ろ。ユータも出る。マジで止まっちゃいけない。ヒロも喋りすぎて出ろ。出ろ。アンギ君、これは毎日投稿やめようドッキリです。さあ来て。皆さん、いや、アムギリくん、アムギリくん、アムギリ、アムギリ、楽しいよ、楽しいよ。ということで、改めまして本日のドッキリ、アムギリに毎日投稿やめようって言ってみた。じゃあとりあえず2019年は頑張ろうと思って。さすがうちの編集長映画。おい、そこふざけんねー。出ろユーマ。ということで、まあ、僕たち毎日投稿やめるつもりなんて寸分もないわけですね。俺はずっと歌詞を待ってた。じゃあお前とはってそういうこと。偽企画としてヒューガにバレずにラッドウィンプスさんの、あ、その新曲の歌詞を言えるかっていう企画をやってて、あっちゃんこいつ一人で進めてた。俺全然進まなかった。どうでした、アムギ君。まあ、ヒヤッとしたけど休みもらえんのかと思ったけど。ねえ、ぶっ壊れてる。いやー、よかったですよ、うちらアムギ君。頼もしかったですね。ということで、この歌引き続き毎日投稿8時半で皆さんにね、面白い動画を届けていきたいなと。もちろん毎日投稿やめないんで安心してください。この夏ね、この夏がっつり勢いだと思っててね、はい、10月の1日まで必ず5万人絶対に行くんで、皆さんちょっとワクワクしながらね、毎日の動画、まあちょっと夏っぽい動画も8月は増えてくると思うので、ここで重大発表、バーイ。
からは何なの俺らが聞いてない重大発表毎回重大発表第4回オフ会決定早っ早っ。でも日にちはまだ決めてないんですけど、まあ、いつやるのかなっていうのをみんな早めに知らせておけばちょっと予定も空けてくれるんじゃないかなということで5万人行った時に5万人記念オフ会やりたいと思います。拍手。5万人行ってからなんでおそらく10月になります。10月中に第4回オフ会やるので皆さんちょっとその情報とかも SNS でチェックよろしくお願いします。最後じゃあアメリカ締めない。久々のマイクは知らない。何がいいのやばいわ。いいのダバン言い過ぎだよ。